吉本幸雄4月4日は、江戸時代後期の土佐藩士、勤王の志士、明治初期のこの野兵、明治時代の裁判官、早生大使、通称は平之助。幸雄は、兵祖より人中尊王の念があって、学んではますますその志を厚くした。しかるに、新君以来の徳川恩子の土佐藩は、反論の主流は砂漠にあり、 抗議政体論を唱える賛成、吉田東洋らとは意見が合わず、ことここに及んで、土佐金労党は、見移ぎして、随山の指示のもと、河野戸釜、広瀬健太、安岡正美らをして、吉田東洋を暗殺せしむるに至る。これは時に1862年5月6日のことで、ある。この暴挙によって、反政は、東洋派の新お小瀬組に属する、福岡隆重、 真鍋精神、後藤昌二郎らを失脚せしめた。幸雄は、同年7月土佐藩主、山内豊藩の時代、三勤交代に随行し大阪滞在中、一藩勤能を掲げる竹市随山に共鳴し、土佐勤労党に加盟するが、翌年1863年9月30日、京都で政変が起こるや土佐藩内は、砂漠派が巻き返し、抗議政体論を唱える山内陽道の意向に、 押されて、急進的な武力倒幕を目指す土佐金納党は何を受ける。同年10月21日、吉田東洋暗殺のことが露見して、史上、竹市随山が今しめにつくや、獅子らも多くは捕らえられ、あるいは土佐より脱藩を試みる者も、現れた。幸男は、身を藩内に止めて、獄中の死を、釈放戦がために奔走するも、容易ならざる事態のまま、 1864年を迎え、同年11月16日、長州征伐に際して、とっさ藩主、山内豊藩は、大阪票の警備を抜殻より命ぜられ、幸チも、判明を受けて、大阪へ退留した。しかして、1865年7月3日、裁きが降りて随山が滑覆し、獄中の獅子は、英朗を仰せつけらる。早招待、谷をついの獅子。 山路中七、中列、谷寛衛、谷田木、山田清連、吉本平之助、幸を、高列、片岡健吉、真部正清、西山栄、北村重より、別府被告老1867年6月、江戸でオランダ式幾平学を学んでいた、犬井上大輔は、山内陽道に随行して、土佐に、規範の途中の京都で、 中岡慎太郎からの決死の覚悟の手紙を受け取り、感銘を受ける。同6月20日京都の料亭、金安郎で、犬井大輔は、中岡慎太郎と辞世について深く談を交わし、続く同6月23日、中岡の仲介で、犬井大輔は、土佐藩の谷盾家毛利京介らと、薩摩藩の西郷吉之助、吉井康介らが、薩摩藩主小松政連邸で密談を行い、 殺土倒幕の密約を結び、これを翌6月24日、山内陽道に報告し、軍政改革を行う、胸の同意を取り付けて、大阪でアルミニー獣300丁などの武器を買い付けて帰還した。犬井大輔は、土佐に戻るや、平成改革に着手し、旧来の北条流の弓隊を廃して、洋式法術隊を編成なさしめ、 反論を随残の意志である武力による金納党幕にまとめ上げ、さらには佐々木隆行らの奔走によって、ついに反調を動かしめ、極中の安岡正美や島村宮美寺らと佐金納党の志士らを釈放せしめた。風雲宮を告げる1868年1月27日、伏見の合戦の火蓋が切られるや、と佐藩士らは山内陽道の生止を振り切って、 殺土倒幕の密約に従って参戦し、幸陣は、土佐藩春小隊に加わって、母親の役を転戦した。1871年9月24日、陸軍中尉を拝命し、この絵三番包帯に勤務。1872年9月6日、陸軍大員に昇進し、同9月11日、司法省旧統出資となる。以後、累進し、 松山裁判所上島市長判事長に在職中に死去した。西南戦争時は、鹿児島裁判所に二級判事補として勤務していたが、鹿児島県令、大山綱吉の鹿児島県逆と政党総督、有栖川の宮たる人と新宛の所管を、死者として長崎にもたらしている。また判事としては、1882年12月25日、東上郡の農民が、 無薬地の共有権回復を求めた民事訴訟第一審に判決を言い渡している。1884年4月4日死去。ありがとうございます。